はいどうも皆さんこんにちは。今回は515事件についてお話ししていきます。515事件とは、当時の総理大臣だった犬養毅が軍部の青年将校たちによって殺害された事件です。この事件により軍部の発言力が強まって、日本は戦争へと進んでいきます。そんな大きな転換点となった515事件について、今回の動画で確認していきましょう。1931年9月18日、陸軍内部のグループ一石会が南満州鉄道の線路を爆破しました。龍城湖事件です。その後、満州領有を目論む一石会は関東軍を動かして満州の占領を開始。総理大臣の若槻礼次郎はこれ以上騒動を広げないと言って攻撃中止を命令しましたが、関東軍は命令を聞きませんでした。こうして関東軍の制御に失敗した若槻礼次郎は辞任。次に総理大臣となったのが犬養毅です。こうして犬養内閣が成立すると、一石会が動き始めます。一石会の目的は陸軍内部の人事を刷新し、満蒙問題を解決すること。しかし陸軍上層部は依然として宇垣罰で占められており、一石会にとっては邪魔な存在でした。宇垣罰はダメだ、陸軍を刷新しなければ。そう考えていた一石会はあることを思いつきました。荒木貞夫を陸軍大臣にしようとしたのです。荒木貞夫は一石会が支援している九州罰の人物で、宇垣罰と対立する立ち位置にいます。彼を陸軍大臣にすれば一石会の発言力も強まるでしょう。ところが当時の陸軍大臣の決め方は特殊な決め方で、陸軍大臣、参謀総長、教育総監の陸軍三長官が一人の人物を推薦して決定するという決め方をしていました。となると、この3人に荒木貞夫を推薦してもらわなければいけません。しかしこの時の三長官は宇垣罰2名と九州罰1名という比率だったので、九州罰の荒木貞夫が選ばれることはないでしょう。これはまずい、なんとかしなければ。そう考えた一石会は政治工作を開始しました。その政治工作というのは、簡単に言うと根回しです。一石会の会員の中に鈴木定一という人物がいますが、彼は政友会幹事長の森勉ともともと仲が良かったので、このルートを通じて政友会に根回しをします。荒木貞夫を陸軍大臣にしたいと伝えるわけです。そして裏から犬養毅を操って、陸軍大臣の決め方を変えたい、 2,3 人の候補者を出してほしいと依頼してもらったのです。こうして上がってきた候補者の中から犬養毅に荒木貞夫を選ばせることで、ついに一石会が陸軍大臣のポストを手に入れました。こうなるとあとは簡単です。荒木貞夫に陸軍大臣の権力を使わせて、正木仁三郎を参謀次長に置きます。当時の参謀総長は皇族の官員の宮琴人親王なので、実質お飾り。つまり参謀本部の実権は正木仁三郎が握りました。さらに林千十郎を教育総監に任命したことで、陸軍省参謀本部教育総監部という陸軍のトップを九州罰が独占。他にも宇垣罰の人物をどんどん追放し、一石会会員を要職に任命していきました。こうして一石会が陸軍中枢を掌握するようになったのです。当然そうなると陸軍の方針も大きく変わります。これまでの宇垣罰は政党と協力して政治を行おうという意向を持っていましたが、これからの九州罰は違います。一石会が政党を嫌っていたため、政党と協力はしません。政党に政治を任せてはいられない、軍が政治を引っ張っていく、そのような考えのもと、軍が政治に口出しをするようになっていきました。さて、日本国内はそのような状況でしたが、忘れてはいけないのが拡大を続けている満州事変です。一石会が陸軍中枢を掌握することになったので、当然陸軍は関東軍の行動を承認していきます。一方、政府の犬養毅は満州事変は承認できないと考えており、知り合いのつてをたどって話し合いによって中国との関係を良くしようと考えていたのです。こうして陸軍の考えと犬養毅の考えは対立するようになりました。そのような中でも満州事変は拡大を続け、とうとう関東軍は満州の占領に成功。あとはこの占領した満州をどうするかという問題です。当初の一石会の構想では、日本が満州を領有するというものでしたが、さすがに政府がそれには同意しないだろうと考えます。ということで、清国最後の皇帝である戦闘帝溥儀を担ぎ出して、中国で中国人による自発的な独立運動があり、それを日本が助けたという体裁のもと、新しい国を作ることにします。こうして建国されたのが満州国です。ここまでくれば一石会の計画はあと一歩です。
日本と満州国の間で条約を結び、軍事、外交、内政などの権限を日本に任せるということを決めてしまえば、日本が満州国を支配することができます。しかし、ここに立ちはだかるのが犬養毅でした。犬養毅は、満州国建国は中国の領土を分割することになる。これは9カ国条約に違反する。満州国を国だと認めることはできないという立場を取っていたのです。こうなると犬養毅は陸軍にとって大きな障害となっていきます。当時の日本で政府に反感を持っていたのは陸軍だけではありません。海軍や国民など様々な人々が政党政治に失望し、新しい政治の到来を願っていました。世界恐慌の影響が日本に到達し、国民は苦しい生活を強いられているのに、政党政治家たちは足の引っ張り合いをしているし、財閥は恐慌を金儲けに利用している。そのような状況を見て、人々は日本が危機に陥り、国民が貧しくなったのは支配層の腐敗と無能が原因だと考えるようになったのです。ということで、海軍や過激な国民が動き始めます。まず海軍の動きですが、海軍の青年将校たちはクーデターを計画するようになりました。政党政治はダメだという考えのもと、支配者たちを打ち破ろうと計画していたのです。海軍としては陸軍も立ち上がってくれるだろうと考えていましたが、すでに陸軍は一石二鳥が勢力を伸ばしています。わざわざクーデターに参加するような危ない橋を渡らなくても、自分たちの考えや意見が政治に反映される可能性はありました。そのような考えから陸軍はこの計画には乗らず、容認する姿勢を取ったのです。次に過激な国民の動きですが、彼らは支配層の腐敗と無能によって生活が苦しくなったと考えていました。ということで、まずは支配層の中の一人である井上順之助が狙われます。彼はかつて大蔵大臣として金解禁政策を推進し、世界恐慌が日本に広まる原因の一つを作った人物。井上順之助は無能だ、あいつのせいで生活が厳しくなった、そう考えた青年により、井上順之助は射殺されます。さらにそれから約1ヶ月後、今度は三井合名会社理事長の段拓磨が狙われます。我々は恐慌で生きることすらままならない。それなのに三井財閥は恐慌を金儲けに利用している。三井財閥は腐っている。そう考えた青年により、彼も射殺されたのです。これら2つの事件は、井上日照という僧侶が率いている決命団のメンバーによって引き起こされたもので、国家改造の一番手っ取り早い方法は支配階級の指導者を暗殺し、テロを実行することだと考える人々すら現れるようになっていたのです。この決命団事件以後、政治家たちは命を狙われる危険性を感じ、警戒を厳重にしていきました。そうなると海軍の青年将校たちにも捜査の手が伸びてきます。まだ準備不足だ。しかし決行を急がなければ、焦り始めた青年将校たちは計画を前倒しして実行に移します。こうして始まったのが51号事件です。まずは海軍の青年将校たちが考えた計画について説明します。最初に狙った場所は首相官邸、内大臣官邸、政友会本部、三菱銀行の4つで、これらを襲った後に集合して警視庁を襲撃する。この間に別動隊が変電所を襲い、東京を停電に陥れて混乱を引き起こし、その混乱を利用して戒厳令を敷き、荒木貞夫を総理大臣とする軍部政権を樹立するというものでした。こうしてテロ計画が実行に移され、各集団は持ち場へと向かっていきます。時刻は夕方の5時半ということもあり、犬養毅氏は首相官邸で夕食を食べているところでした。胸にピストルを突きつけられながらも、犬養毅氏は落ち着いて、お前たち何を騒ぐか話せばわかると語りかけ、彼らを客間に招き入れようとします。しかしその直後に青年将校たちは問答無用と一蹴して頭部を銃撃。こうして犬養毅氏は射殺されてしまいます。一方、首相官邸以外では手榴弾が投げられたけれど、狙われた人々も無事だし、小さな破損ができた程度。変電所を襲った別動隊も設備の一部を破損させただけで、送電を止めることはできませんでした。こうしてずさんな計画によるテロ行為は、犬養毅総理大臣の暗殺だけで鎮圧されて失敗に終わったのです。しかしその影響は大きなものでした。この515事件の結果、犬養内閣は倒れたため、次の総理大臣を選ばなければなりません。政党内閣が何かしらの理由で総理大臣を失った場合、今までは同じ政党の中から次の総理大臣を選んでいました。つまり今回の場合であれば、立憲政友会の犬養毅が暗殺されたため、
同じ立憲政友会の総裁が次の総理大臣になるという選び方をしていたのです。しかしこれに待ったをかけたのが陸軍です。もしも再び政党内閣になったら第2、第3の事件が起きるだろう。次は政党内閣を存続すべきではない。もし政党内閣を組織するとしても陸軍大臣になる者がいないだろう。このように主張して強く反対したため、結局元老の西園寺金持は政党内閣の成立を断念。こうして県政の常道として8年間続いた政党内閣は終わり、戦前の政党内閣制に終止符が打たれたのです。さていかがだったでしょうか。話せばわかるという民主主義の精神が問答無用というファシズムの精神によって打ち消されてしまう515事件は、それ以降の日本が向かっていく道のりを暗示しているような事件でした。こうして戦前の政党内閣制は終了し、日本は戦争へと進んでいくのです。ということで次の動画では国際連盟脱退についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。